高木京介は石川県のみ市出身のプロ野球選手。左投げ左打。読売ジャイアンツ所属。小学校3年で野球を始めてから厳格な父の下で野球付けの生活を送っていた。清涼高校への在学中には先輩の松井秀樹の愛称にちなんでゴジラ2世と呼ばれた。1年時の秋からエース県4番打者に定着するが2年時には 夏の選手権石川大会と秋の北信越大会でいずれも準決勝敗退を喫した。3年夏の第89回全国高等学校野球選手権大会で甲子園球場のマウンドを初めて経験。長崎日大高校との初戦では主軸打者として4打数4のアンダーを記録したが、先発投手としては7回途中で降板。チームも1から3で敗退した。 高校卒業後に国学院大学へ進学すると公式野球部に入部し、1年時の東都大学野球周期リーグ戦から投手に専念。2年の春季リーグ戦から3期連続で投手実決入りを果たすなど AS としてチームを牽引した。3年時に左肘痛を発症して周期リーグ戦を途中で離脱したが、4年の春季リーグ戦で復帰した。 在学中には、東都大学一部リーグ戦、通算39試合の登板で、9勝21敗、防御率2.21、154脱三振をマーク。二部リーグ戦でも、通算で4勝3敗という成績を残した。同期、同学年には、甲子園出場経験があったものの、腰痛とヘルニアで、公式野球部を退部して、準公式野球部に転部し、 卒業後に野球を断念して協定選手に転校した安コーチ進村がいる。2011年のプロ野球ドラフト会議で読売ジャイアンツから4巡目で指名。契約金5000万円、年俸800万円という条件で入団した。入団当初の背番号は57。この時のドラフト会議では高校時代のチームメートで卒業後に明治大学へ進学していた。 島内博明も東北楽天ゴールデンイーグルスからの6巡目指名を受けて入団している。2012年2012年にはオープン戦での好調を買われて開幕1軍入りを果たした。巨人の新人左腕投手としては角野明博史以来で3月31日には東京ヤクルトスワローズとの開幕第2009回表に1軍公式戦デビュー。 左肩痛の発症によって4月10日に登録を抹消されたが、6月16日に再び登録されると、7月7日の阪神タイガース戦で一軍初勝ちを挙げた。以降も中継ぎの一角として一軍に定着。7月4日の横浜 DNA ベイスターズ戦から、当番試合で無失点を続けると、9月18日の中日ドラゴンズ戦で、 23登板試合連続無失点のセリーグ新人投手記録を達成した。一軍公式戦全体では34試合へ登板するとともに29登板試合戦連続無失点のセリーグサワン投手記録を樹立。レギュラーシーズンの通算防御率は0.57で、この年一軍公式戦30イニング以上投げた救援投手としてはパシフィックリーグを含めてもトップであった。 チームのリーグ優勝で迎えたポストシーズンではクライマックスシリーズ、日本シリーズとも9円での登板を経験。11月3日には北海道日本ハムファイターズとの日本シリーズ第6戦で1点リードの7回表西万塁から登板すると糸井義雄2にで右ひに仕留めて交代した。さらにチームが交代後に勝ち越してシリーズ制覇を決めたことから 高木が勝利投手になった。日本シリーズに登板した投手が2級で勝利投手になった事例は2001年第2戦の岡本明以来2人目。平成生まれの投手が日本シリーズで勝利投手になった事例はこの試合の高木が初めてであった。シリーズ後の契約交渉では推定年俸2000万円という条件で契約を公開した。2013年には 背番号を28に変更。レギュラーシーズン開幕前の3月に催されたワールドベースボールクラシックに日本代表の先発要員として巨人の3投手が選ばれたことを背景に春季キャンプから先発要員として調整していた。オープン戦では先発で通算12回を投げて無失点に抑えたが公式戦では中継ぎ要員として再スタートを切った。 広島東洋カープとの開幕カードでは3試合すべてに9円で登板。延長11回表から登板した3月31日の第3戦でブラッドエルドレッドに本塁打を浴びたため前年から続いていた登板試合での連続無失点記録は31試合で途切れたが開幕戦と第3戦で勝利投手になった。セリーグの公式戦で 開幕3試合目までに2勝した投手は、1973年の松岡博士、平松正二以来40年ぶりであった。一軍公式戦全体では、前年を上回る登板数と勝利数を記録。しかし、集中打を浴びる試合が多かった影響で、防御率は4.34に達した。オフに、300万円増の推定年俸2300万円で、契約を公開した。 2014年にはオープン戦期間中の3月中旬にインフルエンザ B 型エリカン。入団以来3年連続の開幕1軍入りを果たしたものの、後におよそ3ヶ月もの2軍調整を容疑なくされた。2軍調整中の7月11日にはジャイアンツ球場での練習へ向かう目的で自家用車を運転中に神奈川県川崎市内の市道で対向車線を走っていた。 ライトバンと正面衝突。双方の運転手とも大事に至らなかったものの、高木は衝突の影響で右腕を軽く打撲した。このようにアクシデントが相次いだ影響で、入団後初めて一軍公式戦を未勝利で終了。一軍公式戦の登板数、防御率、ホールド数も、プロ入り後最低の水準にとどまったため、シーズン終了後の契約交渉では、 推定年俸2100万円での契約公開に至った。なお、11月11日に甲子園球場でも様された日本プロ野球80周年記念試合の6回表に阪神、巨人連合チームの6番手投手として登板。MLB オールスターチームの5人の打者から三振だけで2つのアウトを取ったものの、デクスター・ファウラーにソロ本塁打を喫して交代した。 2015年には入団以来4年連続の開幕一軍入りを果たすと5月14日の対広島戦の救援登板で黒星がつかなかったことによって一軍公式戦線初登板から117登板試合連続無敗という NPB 記録を達成記録を139登板試合まで伸ばしながら1勝1ホールド防御率2.20という成績で レギュラーシーズンを終えた。また、9月2日の対ヤクルト戦では、プロ入り後、初めて地元の石川県立野球場で登板。9回表の1イニングを投げて、無得点で試合を締めくくった。オフに推定年俸2800万円という条件で、契約を公開。2016年3月8日、前年秋に発覚した野球賭博問題に、 高木も関与していたことが、週刊誌、週刊、文春の取材を受けての球団の調べで発覚した。同日、巨人軍は、熊崎勝彦コミッショナーに告発すると発表した。高木は2014年4月下旬から5月上旬にかけて、笠原正樹からの誘いで数回にわたって、賭博を行っていたが、当初の球団の聞き取り調査では、 カサハラに名前を貸していただけと虚偽の説明を行い、一貫して否定し続けていた。その後、相談した両親から、正直に話した方がいいと言われ、辞教に至った。翌3月9日、高木のみで記者会見を行い、一連の問題の謝罪とことの推移を説明した。その後、コミッショナー直属の調査委員会によって、高木京介に係る有害行為調査が行われ、 同年3月22日、有害行為における調査結果報告書が、熊崎 NPB コミッショナー宛てに提出され、これを受けて、熊崎コミッショナーが、高木に対して1年間の失格処分、読売巨人軍に対して制裁金500万円の処分を科す裁定を行った。これを受けて、巨人軍は、高木との契約を解除した。無期失格処分を受けた3人の元投手と比較して、 野球賭博に関わった期間、程度、回数、関わった後の対応に違いがあるとして、無期失格ではなく、有期失格処分となった。3月、スポーツ日本新聞社野球部記者によるツイッターアカウント、スポニチ野球記者が緊急アンケートを開催し、6時間で6000秒近くが集まったが、 処分の重さについて、打倒が20%に対して、甘いと思うが過半数の63%となった。処分を受けた直後、高木にとって、清涼後、巨人の先輩にあたる松井秀樹と二人きりで会う、機会を得、松井から今後どのように償い、この問題と向き合っていくかについて、アドバイスを受けた。後に、高木が復帰した際、松井は、 戻してよかったと思ってくれる人が少しでも増えるような姿勢を見せてほしい。結果で恩返しをするということではない。姿勢だと述べている。この年は母校である国学院大学のグラウンドを借りて練習し、翌年の球界復帰を目指す傍ら、球団と定期的に面談を行った。婚臨罪、掛けごとをしないことを誓うなど反省を認められた。 2017年3月21日に1年間の失格処分が満了となったことを受けて野球協約に基づいた復帰手続きとして3月22日に高木から復帰申請書が球団に提出され翌23日に球団が意見書を添えてコミッショナーに提出されたコミッショナーから復帰を正当と判断された3月27日に育成選手として 巨人と再契約。推定年俸は240万円。野球賭博で失格処分を受けた選手が初めて現役復帰する事例となった。番号は028で再契約当初は3軍に所属。4月26日にはベースボールチャレンジリーグの武蔵ヒートベアーズとの交流戦に8回裏から登板すると最速時速143キロメートルのストレートで1イニングを。 無失点に抑えた。高木が巨人の投手として対外試合へ登板したのは2015年10月11日に阪神とのクライマックスシリーズファイナルステージ第2戦に救援で登板して以来1年半ぶりであった。あとに3軍戦6試合への登板を経て5月中旬に2軍へ昇格。5月17日にはイースタンリーグの対ヤクルト戦6回表に 公式戦への復帰登板を果たすと、1イニングを無安打無失点に抑えた。しかし、2017年中に支配下登録には、復帰できず、17試合登板、33回に、3で3勝1敗、防御率4.54とブランクをやや感じさせるに、軍成績に終わった。2017年10月31日、自由契約公示され、11月20日、 180万円増の推定年俸420万円で再度育成選手契約を結んだ。2018年2月20日から那覇の一軍キャンプに合流。3月6日、ゾゾマリンスタジアムでの千葉ロッテマリーンズ戦でオープン戦初登板、4試合に登板して防御率1.80を記録。3月23日、 失格処分以来2年ぶりに支配下登録されたことが発表された。背番号は2012年の入団時と同じ57。一軍の開幕メンバーに入り、開幕戦となる3月30日の大阪新戦、4点ビハインドの8回から9円で登板し、1回を無失点で抑え、復帰登板を果たした。失格処分前の2015年、クライマックスシリーズでの登板以来、 901日ぶりの一軍登板となった。しかし、4月7日のタイヤクルト戦では9円で2回6、失点と炎上し、翌4月8日、出場選手登録を抹消された。そのまま一軍に再登録されることなくシーズンを終え、3試合登板で0勝0敗、防御率12.60となった。11月19日、80万円増の推定年俸500万円で、 契約を公開した。2019年5月2日、東京ドームでの中日ドラゴンズ戦で、1307日ぶりの勝利投手となった。6月4日、楽天生命パーク宮城での東北楽天ゴールデンイーグルス戦に8回裏から登板すると、浅村坂人とに、勝ち越しのソロ本塁打を浴びて、登板試合での連続無敗記録が途切れかけたが、 直後の9回表にクリスチャンビア・ヌエバが逆転の2、ランホームランを打ち、初黒星を免れた。しかし6月14日の札幌ドームでの北海道、日本ハームファイターズ戦において、王、柏ルに、勝ち越しの2ランホームリーダーを打たれプロ7年目、通算165試合目にして、初黒星を喫した。終盤戦は、体力面から打ち込まれる場面が見られたものの、 自己最多の55試合に登板し、3勝1敗10、ホールド、防御率3.83という成績でブルペンを支えた。11月28日、2500万円増の推定年俸3000万円で契約を公開した。2020年、開幕一軍入りを果たしたものの、8月3日に出場選手登録を抹消。翌日、原監督が、 股関節痛による抹消であることを明かした。以降は、リハビリ調整を続け、9月23日の3、軍戦で、実戦復帰したものの、シーズン中の一軍復帰は果たせず、シーズン成績は17試合当番0勝1敗4ホールド、防御率3.65となった。故障の影響により、11月11日に、球団から育成契約以降を前提として、 自由契約とされることが発表された。12月9日に500万円減の推定年俸2500万円で育成契約を結んだ。背番号は057に変更された。2021年、キャンプは3軍スタートとなったが、2月18日に1軍キャンプに合流。3月5日、再び支配下登録になることが発表され、即日公示された。 背番号は前年と同じ57に変更された。2013年スリークオーターから平均球速約時速 142km、最速時速 149km の速球に加え、スライダーカーブフォークボールといった変化球とのコンビネーションと通算予視球率3.2の制球力が武器である。2019年6月14日の北海道。 日本ハムファイターズ戦でプロ初黒星を喫し、初登板からの連続登板機械無敗記録が164試合で途切れたが、当時はプロ野球記録であった。しかし、同年8月29日に元同僚の日本ハム、久モン彦に抜かされ、その後、公文は記録を182試合まで伸ばした。ジミー体制に似ていることから、チーム内での愛称は、ジミー。 2014年度シーズンのオフに高校時代の同級生との入籍を発表した。ありがとうございます。